本物っぽい猫を描いてください。漏れた。何の貴様のせいだぞ貴様の。まあ、よく来るよな。本気で絵描いてください。別に本気だよ。というわけで本物っぽい神秘的な猫をまあ描くけどさ、皆さんは猫派ですか犬派ですか。俺は犬派だぜ。でも犬好きって寂しがり屋らしいよ。まあ確かにな。寂しいぜ。まあ絵の話に戻るんだけども、実物にそっくりだから絵が上手いとか本気とかそういうわけじゃないからな。本物そっくりに写実的に描く方法から崩して描いたり洗いタッチで描いたりとかいろいろあってね。今回は写実寄りの描き方になりました。じゃあみんなに教えるよ。上手い絵ってのはな、自分の感情を、あ、完成しちゃった。